一月四日です。米粒社協です。ごきげんよう。どうもレゴブロック製造工場の従業員です。<laughs> どういう、どういうこと?<や>。どういうこと?。いろいろなんかこうさ、もうこう思い。うん、出たとこ勝負いい、ね。それはいいよ。いろいろなことあるいは、いろんな扉にこう。こじ開けようとしてるんでしょう?。ね。 1月4日本日から我々寄せに出演しております。えまあ午後ですね浅草東洋館そして上野鈴本演芸場の方に出演しておりますのでまあよろしかったら足を運んでいただければなと思いますプロレスファンの皆さんは東京ドームにね1.4ということでね今回はね我々がお世話になってるあの方にあの方のご著作をね たまにはやっぱりやっぱり触れるべきでこれはとにかく大傑作だから大川工業総裁大川豊さんですいやもうまた総裁喜んじゃうからこういうとこでねこれねこれね13年前に総裁が出した本なんだけど13年前これ今多分ね書店の店頭じゃ手に入りにくいかなってそれが残念なんでぜひクローズアップしたい日本インディーズ候補列伝ですこれは面白いこれ不走者から出たんだけどまあライフワークですね総裁のそう でねやっぱりね、総裁のこのね、インディーズ候補に対するね、そうなんだろう、和系だてのなさ、和 <laughs> 系だてのなさ、そういやこ,これね、いやおま大まじで言うんだけど、総裁の素晴らしいのは、絶対に、まあ当たり前、総裁に、ねうん、からすれば当たり前かもしれないけど、誰もバカにしてない、決して、もう誰に、誰どの候補に対しても遠距離で,で、しかもすごい綿密に取材されてるんですよ、うん、でちゃんと街頭演説も付き合ってるからな、うん、聞きに行ってるんだから。<laughs> うん、でね でそのまあいわゆる世間的にはねつまりインディーズ候補っていうのはどういうことかというと漢字で言い換えればいわゆる泡沫候補ってやつですよ。泡沫ですね。俺らのガキの頃なんか昔赤尾斌さんが怒ってただろう。赤尾斌ね。泡沫候補でそれなんだ。なんでって言った。それってだってだろうちの選挙区だったからね。だろ。そう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 。そう木を見るに赤尾斌とかねいろんないろんなそうそう木を見るに赤尾斌潮読みに上田斌とかいろんなこと言ってたんだけど。 いろんなこと言ってたんだけど。そうですねうんそうそう。あ、ちなみに俺な、うん、俺の親父な、うん、記者時代には、うん、赤荻先生にコーヒーを奢ってもらったことある。<laughs> すごい。いってて自慢されたことだった、ね。 時点で当選したことある。っあるある、いや、あ、そう、だから、だって、まあ、よく、奥選挙の時に、とあの、東証内閣の頃に。議員当選してる人。それはそうだよね。ま赤上さん置いといて。赤上さんが、それを言わその言葉にすごく怒ってた。いわゆる、その、ま世間的には放沫と言われてしまう。候補者たちの、その、主張とか、政策とか。ね、あるいは、街頭演説っぷりを。もう、くまなく、その、現場取材重ねられた、いわゆる、ルポルタージュですよ。 この大川総裁のねこのご本は本当にね。総裁はいい やっぱりそういうところはフィールドワーク必ず欠かさないですよ。欠かさない、やっぱり。やっぱ現場主義。やっぱ総裁の現場主義はね、これ絶対学ばない。どの立候補者も、あの同じ時間。主張をちゃんと聞いて。何を意図して、どういうことを言ってるのかをバカにせずに、まず聞く。そうね。聞いて、ちゃんと、あの理解してからバカにするっていう。そういうことですよしてないから。してないよ、総裁は。でも、本当に、それって逆に言うと、マイノリティであるとか、まあ、少数派の意見までちゃんと救うっていう姿勢じゃない。 だからね面白がる、そのねうん、バカにし,してるんじゃなくて、ね、面白がってその、乗ってみるってことね、その人の話にとりあえずの、まず乗ってみるっていう、その精神、これね、あの絶対ね、あのなら見並べきでそう考えるとさ、うん、みんなさ、ツッコミが早いんだよ、うん、変な人出てきたら、いや、違うわ、うん、お前は宝物だわって言っちゃうんだけど、うんうん、そうされば、ほうほう、うんうん、なるほど、それでどうするんですか。うんうん それはなんでですかって全部聞いてから楽しむっていうあのねいいこと言っただからね総裁の場合はねアプローチの仕方が違うだけでねやってることは根の木学園と一緒なんですよあるいはやまびこ学校なんだよなそういうのも分け隔てなしっていうそういうことでその中でやっぱりねこのインディーズ高校列伝ね一人注目してもらいたい人物だから個人だからいいっていうような調子で言うわけじゃないけど 三井理法っていう謎のおばあさんがいるんだよでこれね、僕ら、落語研究会の時に大ブームになったんですよね、学校教師でしたっけ、小学校教師。小学校元教員って、必ずな、紹介させてた。M さんという先輩とね、折島さんで、三井理法ものまねごっこをよくやってましたね、これ、皆さんね、今、YouTube でちょっと検索したらすぐ出てくるから、でこの人ね、異様なね、出,出馬マニアなの。 何でも出ちゃう,う、うん、だ参院選って言ったら出てくる、うん、都知事選って言ったら出てくる、うん、何とか区議会選挙って言ったら出てくるてどこからお金出てるんだ、ね、そうなんだだから供託金をどうやって用意できてるのかが一番最大の謎っていう,、うん、そう三井理法っていうさでしかもさ入れ歯をあれしてないだろあれそうだ、ん、ねだからふがふがもごもごで字幕がないと何言ってるか分かんないわけ、うん、でその主張も「いわしを食べると怒らない」とかね「夏休み中の学習は有害禁止」とか これね残念ながら本当ですからねこれ言ってますからね作りじゃないんですよそうなんだよ今の折嶋さんの妄想じゃないんですよボケじゃないですよだって俺必死になって聞き取ろうとしてだからもう226事件の時のさんか暗号解読かみたいになってこうやってかもう録音テープを必死になってこう書き起こすあの舞台みたいなそれね暗号解読かみたいにして必死になって聞き取り書き起こしたんだからうん。 役場とバス会社とサツと三名一体で胴体が入るばかりの金属製箱に善良な旅行者を押し込めて運び殺しますとかよく聞いたらねのものすごく物騒なこと言ってるんですよ金属製箱ってちょっと一時期流行りましたよねで秋田秋田県のなんとかかんとかっていう温泉旅館にツアーで行ったらひどい目に遭い <laughs> ほんでそのえああ違うあ一人で行ったらひどい団体客が乱暴ででそこにあのイモに来てくれてた<ー>え楽団の皆さんに あのあの公共曲の響きが非常に感動いたしました熱くお礼申し上げますって、急に <laughs> 政見放送の最初に、学団員の人にお礼言ったりするのよ、<laughs> もう私利滅裂で全然分かんないんだよ、<laughs> でもね、そうそううであのでしかもね、あの会によってはね、我は平民っていうね、<ー>著作があるらしいそ,うそ,うそれを朗読しだすんだよ、政見放送ですよ。<laughs> そのね三井理帆さんの密着ルポ、確かね、三井理帆さんの自宅まで取材に行ってるのよ。で、ご家族の人にちゃんとね、交渉して、お話伺いますかねっていうようなね突撃取材も大岡総理、だからこう最近の泡松候補は、その本当に宝松って言っちゃいますけど、もう見られることを前提としたボケになっちゃってて、もうそれ、全く面白くないのよ。だから本気じゃないとねうん まあだからああいうやっぱ天然物ってのはなかなかね、うん、こうやっぱ出てきにくいんですけどやっぱそういうところもねちゃんと救った、まあ、あのね、まあ、こういうこと言うとね炎上したのかなまあいいや、うん、あの覚悟で言うけど。うん 迷惑系とかじゃないあれに近いようなノリでねひょっとしてたまたま供託金用意できたからって失敗しちゃってる人いませんかっていう名前はあげないよあげないけどそれ言う人たちとは違うと思うこの本の中に出てくる人たちは少なくともねそう然あのマック赤探しも出てくるからやっぱもう総裁ずっと追いかけてますもんねそそののの辺辺ははねね総裁あ サボらない人だよな。そうだよ。本当だから意外とね。その本当に記者とかが別に。その。うん 特権なくても誰でも取材できるものだけどほったらかしてる部分っていうのに総裁がちゃんと足を踏み込んでるっていうのがなんか結構面白いところそういうことですよ阿蘇山大噴火とかもだからやっぱこの系統っていうかねやっぱ裁判所行って裁判聞いてみたいなそれをやっぱ一種の大川出雲みたいなねあるんじゃないですかねだから寺田さん何やってんだっていう話ですよね

時間,時間をしてますから、ね、かかうん、そろそろ短パンやめろよ。<laughs> 寺田さん、もう本当に皆さんもどこどこ見に来てくださいね。新宿風でやってるよ毎月。本日は以上です。